中で、まあ、春新生活スタートした中で今日ちょっとこういうメールテーマを設けました、はい、こちらです。これがなくちゃ私の必須アイテムです。何年経ってもね、ちょっと仕事であるとか何かいろんなイベントごとであるとか生活の中でこれがあったらちょっと安心するなっていう多分材料ってあると思うんですよね、はい、これがなくちゃ私の必須アイテムということで、うん、今日メールテーマ設けたいと思います、はい、毎日いろいろとある中でこれさえあれば乗り切れるパワーを与えてくれるという、うん、あなたの必須アイテムを今日ちょっと教えてほしいんですね、はい、さっきもねちょっとバタバタという話がありましたが、うん、バタバタ忙しくエネルギー切れにならないようにデスクにこれを置いてるんですよ。ちょっとつまむものね、それぞれあるかもしれないですね。食べ物の方法ですか？バタバタのエネルギーチャージだ。あ、そっか、見るものね。そうそう、見て何かね、それをエネルギーチャージするとかね、まあ、それこそご家族の写真を置いて、なるほど、ね、心を整えるっていうこともありますからね。もう食べ物しか考えてなかった。なるほど、そうですね、そういうのもあるということもあったりとか、はい、心が折れそうになった時この曲聴いたら、パワーチャージっていうのもあるかもしれません、うん、はい、お守り代わりに制服に忍ばせている子供たちからのお手紙だったりとか、あなたのパワーアイテムを教えてください。千葉さんあります？僕ね、もう使ってるストップウォッチが僕は今デジタルなんですけど、やっぱり秒針針がついてるアナログの方はちょっと安心したりするなと思うんですよ。最初に手渡されたのが私たちの時代はアナログのこう針が動くストップウォッチですもんね。でないとこの秒針がこの角度まで来たら、あ、残り10秒だとか残り15秒って分かるから。あとデジタルだとパッと見て数字でね判断すればいいですけど、急にパッとっていうのが、あ、終わる時間何分だっけっていう判断がちょっとつかなかったりするんで、デジタルじゃなくてアナログ表示。今大丈夫です、あと1分だよ ね今デジタル表示ですからね。もう焦らせないでくださいよ。いや今ずっとタグさんがずっと時計見てたから俺また間違ってんのかなと思って大丈夫だよね、残り1分切りましたけど。であとそれが難しいですね。そうそう、あとまあ秒針がついて、ね、あとね、僕の目の前の席の川村が、うん、なんか机の整理をしてハート型のサボテンをちょこんと置いてると、はいはい、置いてますね。あれを見るとちょっとね、必須アイテムというかちょっと落ち着くような感じが僕の中ではあったりする。人の机にあるものだけど、そうそうそう、石橋さんの必須アイテムになっちゃった。机全部片付けてるけど、うん、それだけはちょこんと置いてると、ね、なんかね、仕事のものとかを一切机の上からなくしたんですよ、この間ね、うん、川村さん片付けてて、うん、で、わ、綺麗になったねっていうのにサボテンが机の上に置いてあって川村なんか違う机みたいだねって言いながらじゃあそのサボテンはじゃないみたい。そうか、いるものだったんだね。大事なんですよね、きっとね。そのハート型のサボテン、僕があげたものです。うわー、邪魔じゃなくてよかった。